5C5 で映像音声のリアルタイム処理を得るまでの道のりという内容で発表させていただきます。今回のアジェンダがこんな感じになっています。まず先にちょっと自己紹介をさせてください。畑祐介と言います。現在はですね、ミラティブという会社でインフラストリーミングチームのマネージャーをやらせていただいております。経歴がですね、フロントエンドやったりバックエンドやったり、ゲーム開発のエンジニアやったりしていまして、今はインフラエンジニアをやっております。で、ミラティブのですね、インフラはですね、インフラ基盤の開発だったりとか、ライブ配信基盤の設計開発もやっていたりしています。で、映像音声の、配信サーバーの開発運用もやっていて、今回はそこの内容となっております。で、またですね、猫と暮らしているので、もしかしたら発表最中にですね、猫が喋ることがあるかもしれないんですが、その際はご了承ください。はい。今回の発表の内容ですね、 5C5 でリアルタイムに処理するというところの背景と課題というのをちょっと説明させてください。僕が勤めているですね、ミラティブという会社でですね、スマートフォンのですね、画面共有を用いたライブ配信サービスの提供しています。で、配信サーバー上でですね、リアルタイムに映像処理とかをしたくなってきたよみたいなことが今回話したい内容です。もう少し細かく説明させていただくと、ライブ配信ですね、スマートフォンのライブ配信サービスなんですけども、スマートフォンの画面をそのまま配信するサービスとなっているため、スマートフォンに映ってくるですね、画面のいろんなものが映ってしまうと。で、その中にですね、ダイアログというものを表示してしまうことがあるため、ここをですね、いい感じにダイアログを検出してぼかすみたいな処理をやりたいなということが今回の話す内容になっています。さらにもうちょっとですね、細かな話をさせてもらうと、以前ですね、スマートフォンの端末上でですね、このダイアログを検出してぼかすという処理は、すでに実装はあったんですけれども、ミラティブというサービスがですね、ゲーム配信をするのにすごい特化しているサービスだったので、ゲーム配信中にこういったですね、ぼかし処理とかをすると端末の負荷が上がったりしてですね、熱くて不安定になったりとかするみたいなことがあったため、配信サーバーで処理したいなというところが今回の目的です。で、配信サーバーもですね、ミラティブはですね、内製のミドルウェアを持っているので、自分たちで持っているので、その中でですね、処理していこうという形です。あと、配信サーバーは、一般的なウェブサーバーとかと同じような、普通のサーバーを、汎用的なサーバーですね、調達しやすい汎用的なサーバーを選択しています。GPU とかが載っていないので、なるべく CPU 処理だけで、画像処理とかを頑張るよっていうような形です。はい。何をやりたいのかっていうのは、ちょっと具体的にちょっと分かりづらいなと思ったので、ちょっと絵にしてみました。ですね、これは黒龍院かけると読むんですけども、私は黒龍院かけるというですね、人物になりすましてですね、ナイスミドルなイケボでですね、今日もナウでヤングな話題をですね、話しながら配信を盛り上げるぞというところでミラティブのですね、画面でポチッと、画面配信をしていく感じになります。で、画面なので本当にいろんな情報が流れてきて、その中で例えばゲームとかを配信したりするんですけども、その中でですね、たまにですね、こうおかんからですね、たけしご飯よみたいなのがあるとですね、せっかくのですね、黒龍院かけるというキャラクターがですね、ぶち壊しになっちゃうので、こういったですね、ダイアログっていろんな情報とか出てくるので、いい感じにぼかしてあげたいっていうのが今回やりたい目的になっています。はい。で、リアルタイムに映像処理をするために、どういったことが必要なのかっていうのを一旦整理させてください。普段僕らが見ている映像はですね、30fps から60fps ぐらいのパラパラ漫画が流れてくるようなものと言われています。実際そのようなものと、考えていただいて差し支えないんですけども、大体ですね、30fps だと、1秒間に30枚の画像が流れてきます。今見ていただいている映像もおそらく 30fps 程度で流れてくるので、1枚の画像の、時間っていうのがですね、1000ミリ秒、1秒を30枚で割るとですね、大体33ミリ秒程度の処理時間が書かれていると。はい。つまり、これは何かというと、その1枚の画像からですね、オブジェクトを検出してから、ぼかし処理をするまでに30ミリ秒程度でやる必要があるというところです。もしですね、これがちょっとでも遅れてしまうと、サーバーの遅延になったりとか、負荷が上がったりとか、いうことになりかねないので、なるべく30ミリ秒ぐらいでやる必要があります。とはいえ、Go は早いので、30ミリ秒あれば意外といけるんじゃないかなというところで、考えそうなんですけど、そうはいかんぞっていうところが、ここからちょっと説明させてください。はい。で、僕らがですね、普段使う画像ですね。RGBA の形式が一般的かなと思うんですけども、ちょっとこれを簡単に噛み砕くとですね、CSS なんかでよく見る C0FFEE、このコーヒーっていう値はですね、C0 が、R が192で、FF、これがグリーンに相当するんですけども、255。で、B が EE なので238。
で、これ色の強度になっているので、まあ、255と238なので、ちょっと青みがかった緑なのかなみたいなのがわかるかなと思います。これは何が言いたいかというとですね、1色を表現するために僕らは3色、ないしは4色のデータを使っています。これはどういうことかというと、2次元の配列だとですね、まあ、こんな感じで横幅、400ピクセルあるとするとですね、RGBA の組み合わせが、かける4倍分ぐらい、4倍分ぐらいあるので、まあ、だいたい横1列だと1600要素あります。で、さらにこれを縦にも展開していくので、二次元配列みたいなような形になっていきます。で、Go のですね、イメージパッケージに RGBA というのはあるんですけども、これは実は1次元配列で表現されてまして、2次元配列だったらすごい、分かりやすいんですけど、1次元配列となっているので、ここにですね、1次元なんだけれども、縦を表現するためのですね、ストライドという値が表現されています。で、今回ちょっとストライドについては細かく説明はしないんですけども、まあ、RGBA、RGBA の組み合わせで、横幅までいったら、そこが1次元目の縦、1列目のデータだよと。で、そこから次の列になっていくよみたいな表現がなります。で、400×300 のですね、データだとですね、だいたい48万要素ぐらい、まあ、かける4つするので48万要素ぐらいあると。まあ、これに対して画像処理ということをやっていくので、まあ、何かしらとちょっと重たそうだなっていうのはイメージつくかなと思います。はい。で、実際にですね、まあ、RGBA がですね、まあ、映像で流れてくるかというと、そうではなくてですね、YCBCR というですね、YUV420 みたいな、データがですね、実際の映像にはよく流れてきます。で、この YCBCR もですね、イメージパッケージに Y と CBCR というのが定義されてまして、Y はですね、輝度。CB と CR はですね、赤と青の差分みたいなものが定義されたデータとして表現されています。で、これ自体はですね、YUV420 とか、いろんな形式があるんで、まあ、今回活用させていただくんですけども、今後出てくるのは420ぐらいのものなので、420っていうのはですね、Y は全部の縦と横のデータが載っているんですけども、CBCR に関してはですね、それぞれ半分ずつ、のようなデータが入ってます。なので、RGBA から比べるとですね、CBCR は、まあ、間引かれたデータとかが含まれています。で、まあ、見ていただくと分かる通りですね、CBCR はちょっとよく分からないデータなので、直感的に扱いづらい。YCBCR は直感的に扱いづらいなと、当時の僕は思っていたので、画像の読み込み際ですね、YCBCR から RGBA に戻してあげて、画像の処理をしてから、で、その後に YCBCR に書き戻すみたいなことをやってました。で、イメージカラーパッケージを使って変換するとか、まあ、イメージドローを使って書き出すなんとかをやって、まあ、どうにかしてですね、RGBA に一回持っていくということをやってました。まあ、どんなことをやっているかというと、まあ、こんな感じで、YCBCR で届いたデータをですね、RGBA に、カラーモデルですね、カラー RGBA モデルコンバートとかして、一回 RGBA に戻してあげた後に、まあ、いろんな画像処理をしてあげて、で、RGBA をさらに YCBCR に戻してあげる。これもですね、カラーパッケージを使うと、まあ、透過的に、比較的分かりやすいようにできています。はい。で、ここまででですね、ストリームに流れてくる映像、画像ですね、を、まあ、読み込むことができたので、次にですね、画像検出処理というのをやっていきます。いわゆるオブジェクトディテクションと言われているような、ことをやっていくんですけども、いろんなアルゴリズムが世の中に存在しているんですが、今回はテンプレートマッチングについてちょっと紹介させてください。で、例えばこの元画像にですね、まあ、うさぎちゃんがパソコンを叩いてるんですけども、ここの耳部分をですね、どうにかして見つけたい。で、こう見つけるときにですね、まあ、わかりやすくテンプレート画像としているんですけど、これをですね、ちょっとずつずらしながら、位置する場所を探すと。イメージでいくとですね、すごいわかりやすいんですけども、これをもうちょっと噛み砕くとですね、注目画像に対してテンプレートの画像のですね、類似度を比較していくということをやっていきます。類似度はですね、SAD とか SSD とか NCC っていうような、類似度を計算する、計算式があるんですけども、まあ、そういうのを使いながら計算していって、まあ、一致していたらここが多分耳があるよ、みたいなことをやっています。あとですね、映像はですね、明るさとか、いろんな情報が含まれていると、まあ、ちょっと誤差が増えてしまうので、まあ、グレースケール化してあげたりとか、などなどをしながら、まあ、テンプレートマッチング、画像を、一致する場所を見つける、オブジェクトディテクションをやっていくというようなことです、ね。やっていきます。で、グレースケール化。ここはですね、画像っていうのはですね、いろんな情報が含まれてまして、人間の目で見たら、まあ、普通の画像として見えるんですけど、機械からするといろんな情報が本当に多く、入るので、色の情報とかですね、RGBA の赤の色とか、緑の色とか、青の色とかいらないので、ここをですね、単一の色にしてあげる。まあ、グレーの色にしてあげて、まあ、なるべくですね、RGBA の3回、4回回るというのを、まあ、4分の1個の関心ごとにしてあげるということをやっていきます。
で、グレースケール化の処理はですね、まあ、こんな感じで書きます。ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、このコードはですね、Y が高さまで、X が横幅までぐるぐる回りながら、で、RGBA アットっていうのを取ってきて、まあ、色のカラーですね、取れるので、カラーから、足してあげて、で、それの平均を入れてあげて、RGBA に全て同じ色が設定できると。で、これでグレースケール化が実行できました。で、次にですね、オブジェクトの検出をやっていきます。で、先ほど SAD とか SSD とかいろいろあったんですけども、今回は SAD、SAD ですね。Sum of Absolute Difference っていうので検査するようにします。数式だとですね、こんな感じでシグマ、シグマがあって、ちょっとよくわかんないのがあって、まあ、引いてっていうのをやっているんですけども、僕らエンジニアなのでですね、コードに置き直すとこれはすごいよくわかるコードになってまして、Sum っていうのが 0.0 のフロート64で書かれていて、X と Y がそれぞれ大きさまでぐるぐる回りながら、で、Sum にですね、ABS、アブソリュートですね。絶対値として、差分をですね、蓄積していきます。対象画像と、テンプレート画像の差分なので、プラスの差分もマイナスの差分もアブソリュートとして足していくので、これがですね、サムにはですね、どんどん差分が蓄積されます。差分というのは、一致していないことを指すので、これはですね、0に近ければ近いほど、テンプレート画像と対象画像が一致しているというような画像になります。はい。まあ、実際のですね、オブジェクトの検出はこんな風に書きます。ディテクトという関数がちょっと下の方にあるんですけども、X 軸と Y 軸をですね、まあ、画面の中から設定して、それぞれにですね、テンプレートの大きさごとに殺到処理をしていって、で、0に近いものを抜き出してあげて、で、大体見つけていくと、大体その辺のポイントっていうのが出てくるので、最も近しいポイントのところが見つけられるよみたいな、0に近いものが多分一致しているであろうみたいな風にして見つけていきます。こういう感じでやっていくんですけども、見ていただいてわかる通りですね、法文が大量に出てきます。で、法文がたくさん出てくるので、大変な処理が走っているなというのもイメージできるかなと思います。で、グレースケールによってですね、色は減らせるんですけども、やっぱりですね、どうしても誤差が多かったりすると。先ほどだとですね、テンプレートが耳だけなので分かりやすいんですけども、一致させたい側ですね、注目画像の方にはですね、いろんな情報が含まれていて、耳っぽいものっていうのがやっぱり出てきてしまうので、もっとですね、境界っぽいものだけを境界値だけでですね、はっきりさせていくというのをしていきます。例えばですね、式値使って0と1だけの二値化ですね、バイナライズしていくことをやっていったりします。で、バイナライズするとですね、uint64、なんで64ビットのデータに詰めることができるので、先ほど法文でぐるぐるたくさん回るところがですね、例えばハミングクールとかを使いながら64要素まとめて1回で処理するみたいなこともできたりします。はい。まずですね、二値化してみました。これがですね、ビット列、uint64 の二次元配列を返しているんですけども、横にですね、64個ずつ進んで、それのビット列を全部詰めていくっていう処理をやっています。二次化することによってですね、左上にあったフルーツバスケットは消え去りですね、うさぎちゃんのほっぺたのちょっとした赤いところとかも消え去り、本当に、境目だけ、境界だけが表現できているような感じになります。で、ここに対してですね、ハミング距離ですね、ハミング距離っていうのはですね、先ほどやった SAT と似たようなものなんですけども、元画像のビット列と、テンプレート画像、まあ、比較したデータですね、を、XOR を取ってあげるとですね、一致していないビット列だけを取り出すことができます。で、一致していないビット列を取り出すということは、一致していない数が出てくる。つまりビットが立っているところは、ポップカウントを使ってあげることで、一致していない数を取り出すことができます。これは先ほどの SAD と全く一緒なんですけども、下にですね、ハミングディスタンスという距離を書かせていただいたんですけども、この中でですね、サムにですね、どんどん足し算していきます。この足し算というのは XOR した結果なので、一致していないところの個数がどんどん溜まっていきます。で、Go はですね、ビッツワンズカウントで、トップカウントが実装されていて、これでですね、SAT と同じような効果を得ることができます。はい。ちょっと駆け足だったんですけども、ここまでで、画像の検出処理というのをできるようになりました。で、まあ、こんな感じでですね、ちょっとイメージ画像をちょっと貼ったんですけども、トレースしてみるとですね、まあ、ちょこちょこぐるぐる回りながらですね、この辺が一致するのかなというのを探したりするようにします。で、実際にですね、見つけたいデータが見つかれば、次はぼかし処理というのをやっていきます。ぼかし処理。僕らはですね、ぼかし処理の逆を普段は意識して、見ることがあるんですけども、ぼかすというのはちょっと難しくてイメージしづらいので、ちょっと言葉で説明するとですね、手ブレ補正の逆をやっているようなイメージです。僕らのスマートフォンとかは、手ブレですね、
カメラが横に揺れたり縦に揺れたりするのをいい感じに補正してくれて、くっきり映像を見せてくれる機能があるんですけども、その全く逆ですね。あえてちょっとずつ上下左右にずらす。で、その色を適用してあげることでぼやけたような画像を作り出すっていうのを、ブラー処理としてやっています。こんな感じのコードになりました。ブラー X はですね、横画像に対してですね、ちょっとずつ足しながら、横の足し算をしていって、その平均を埋めてあげる。で、ブラー Y はですね、その横方向だったのを縦方向にしてあげるみたいなことをやりながら、まあ、右側の絵のようにですね、ちょっと横にぶれたような画像と縦にぶれたような画像を作り出して、でそれを足してあげると、上下左右にぶれるので、ちょっとぼやけたような画像。これがぼかし処理としています。で、まあ、見ていただいてわかる通り、ここもですね、法文が大量に出てきます。例えばこれ50って書いているんですけども、下の方に。まあ、50個動かすっていうだけなんですけども、それをですね、縦方向にも横方向にも50個ずつの、ずらしを、永遠にやっていくので、結構な計算量になるのがイメージできると思います。さて、まあ、ちょっと計算量がたくさんありそうだっていうのを話してきたんですけども、まあ、実際にですね、ここまでは実装したので、まあ、1枚の画像でテスト実行をポチッとなと叩くとですね、どうやら580ミリ秒ぐらいかかるようなことが分かりました。これでは遅すぎてですね、さっきのたけし君の場合だとですね、まだまだたけし君は困り側のままになってしまうので、まあ、何が遅かったのかちょっと紐解いていきます。ちょっと紐解くとですね、画像の読み込みに13ミリ秒ぐらいかかっていたりとかですね、グレースケール化に2ミリ秒ぐらい、あと検出するロジックはさっきのハミング距離の計算ですね、これに38ミリ秒ぐらいかかっていたりとか、最後のぼかし処理はちょっと、僕のですね、さっき50とか書いていたので、まあ、ちょっと大きくですね、無駄な処理があったりするんですけども、まあ、大体これぐらい時間かかっていると。で、リアルタイムに処理するには30ミリ秒ぐらいしかないと言っていたのにかかわらず、こんな時間かかっていてはですね、どうしてもリアルタイムに処理ができない。で、このスライドですね、法文がもうすでに何回出てきたかわからないぐらいループがあるので、やはりですね、ここの高速化をやっていくことになっていきます。はい。で、高速に処理するためにですね、僕らは並列化っていうのをやっていきます。シムリもちょっと登場します。ここまでですね、大量の法文が出てきたので、例えばですね、法文の頭から i イコール0から i がレングスまで i プラ1とかやっていると、まあ、非常に効率が悪いというのがわかるので、例えば i プラ1から i が256個ずつ処理するみたいなものにしておいて、まあ、ゴルーチン出ますなんてのはよく思いつくと思うんですけども、ですね、CPU にはですね、まとめて処理を演算するという機能があります。まあ、これは SIMD と呼んでいて、SIMD のイメージ図はちょっと右下に書いたようなものなんですけども、これちょっとコードに起こすとですね、わかりやすくてですね、例えばですね、128ビットのレジスタがあるとすると、32ビットずつ4個まとめて処理することができます。この1、2、3、4と10、20、30、40はですね、add っていう、addEPI32 ってやつに渡すとですね、足された数が返ってくるというのが、SIMD、シングルインストラクションマルチプルデータですかね、として、用意されています。これのいいところは、この4つの配列の足し算をするときですね、普段だったら 4i イコール0から i が4つまで i プラ1みたいな風に書いて、まあ、1個ずつ処理するのがですね、まとめて4回が1命令でできるというのが便利です。ただですね、これをですね、直接 Go から、SIMD が書けるかというと、まあ、そういうわけにはいかないので、C5 を経由することになります。C5 だとですね、まあ、こんな感じのコードで定義してあげることで、@4 というの関数とかだとですね、こんな感じで定義できます。まあ、非常に C 語だと読みやすく実行できるかなというのはあります。はい。で、まあ、これを使えばですね、先ほどのグレースケールもですね、まあ、SIMD 化していって高速化することができたりするんじゃないかなと。例えばさっきのグレースケール化だと2ミリ秒ぐらいかかっていたとかあったんですけども、こういうのも SIMD 化していくというので、高速化をちょっと狙って変更していきます。例えば、今まで4の中をよく見るとですね、データの掛け算とか足し算とかやっているんですけども、このグレースケール化の例に、処理の例をするとですね、x と y というのは i に置き換えることができるので、まあ、i 番目に対してですね、r の i 番目に76をかけたもの、g の i 番目に152をかけたものみたいなものをどん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 用意していって、で、最終的にですね、この同じ i 番目の足し算をして平均をして値を入れ直すみたいなことをやっています。つまり、まあ、同じような処理を繰り返しているのは、で、これは SIMD がすごい得意とするので、4つずつ取り出して SIMD 化していけば、まあできるだろうというので、やってみました。でですね、Go で書いた方もちょっとだけ SIMD に合わせてですね、ちょっとだけ最適化はしたんですけども、それでもですね、1.3 ミリ秒ぐらいでした。SIMD に書いた
グレースケールはだいたい 0.127 ミリ秒ぐらい。なので、シミティに書き換えると、まあ、10倍ぐらい速くなり、すごい、あ、やったなというのはあるんですけども、単純な四則演算もですね、さっきの4つの配列に置き直すみたいなことを延々とやっていくことがありまして、まあ、非常に大変です。で、非常に大変ってどれくらいかっていうとですね、ちょっとコードを書くとですね、この画面が埋まるのでイメージ画像をちょっと用意させてもらったんですけども、先ほどあった1次元の RGBA の配列ですね、これをですね、R だけを取り出してあげて、で、4つずつ処理するので、まあ、足りないところはゼロパディングしてあげたりとかしながらですね、で、R の掛け算をするための配列をまた用意してあげて、で、最終的に、グレーにするための足し算をするためにはまた別の SUM っていう配列に、R の1番目と G の1番目と B の1番目を持ってきてみたいなことをやってですね、縦方向に処理したり、横方向に処理したりですね、パッキングするためにいろんなことをやっていくというのがあり、まあ、非常に大変でした。まあ、非常に大変なので、まあ、これを全部書き換えていくのは大変だなと。高速化のためだとしてもめちゃくちゃ大変だなと。はぁはぁと。もう汗だくになっていたんですけども、実はですね、libiuv というものにですね、実は最適化されたコードが実は用意されているというのを知りまして、例えばグレースケールはですね、argb gray2 というのを呼んであげることで、本当にパッと一発で処理できます。libiuv はですね、まあ、こんな感じで ld フラグとかですね、c フラグを使いながら libiuv のパスを指定してあげて、で、まあ、インクルードしてあげるだけで、まあ、こんな感じでシンプルに呼び出すことができます。でですね、実はですね、今まで書いたコード、ほぼすべてがですね、libuiuv に書き換え可能でした。例えば、ycbcr はですね、io20 という、まあ、フォーマットになっているので、これをですね、argb に書き換えるとか、例えば、先ほどやったエッジ処理ですね、くっきりさせる処理とかは、ちょっとくっきり度が強いんですけども、ソベルという関数に置き換えてあげたりとか、ぼかし処理もですね、自前で書いていたものは、argb ブラーというのが用意されているので、そこに渡してあげるとか、まあ、そんなこんなでですね、めちゃくちゃ高速になる。ね、例えば、先ほど僕が書いた、無駄な処理が多い状態でと言ったんですけども、まあ、本当にそのまま、無駄な処理の状態のまま、全く同じようにですね、書き直してあげるだけでもですね、580ミリだ。秒くらいかかっていたものが47ミリ秒ぐらいになりですね、12倍ぐらい改善して、これはすごいぞと。もう libuiuv があれば、いろんなことができるなと。でワクワクして、いろいろやっていくんですけども、やはりですね、まあ、そうはいかんざきっていう感じでですね、スマホ特用の、問題がありました。例えばですね、libuiuv って本当にいろんな処理ができるんで便利だったんですけども、例えば、スマートフォンはですね、僕ら、例えばツイッターとかをやるときは縦画面でやったりしているんですけども、ゲームとか、例えばマージョンのゲームとかだと横画面にこう、持ち直したりすると思うんですね。で、ミラティブというサービスはですね、そのまま画面配信をしているので、データの流れは、そのままなんですけども、画像の、流れが変わると。これは何が起きているかというと、まあ、こういう二次元配列のイメージなんですけども、あるときですね、横回転されるとですね、データの中身はですね、90度回転したデータとして入ってきます。で、まあ、二次元配列また入れ替えて処理するみたいなことをですね、まあ、イメージしてもらうとわかるんですけども、まあ、例えば左上に1っていうのがあったのが右上に行き、で右上に7というものがあったのは右下に行ったりとかですね、結構大変です。これをですね、まあ、リアルタイムにやっていくと、まあ、それなりにやっぱ大変でした。で、こういうのですね、データをですね、まあ、入れ替えてあげないといけないのは、やっぱりアルゴリズムをですね、まあ、縦横用に、縦画面用に最適化したりとかしている場合が多いと思うので、縦画面用にデータを回転し直してあげるみたいなことをやっていく必要がありました。で、このデータとですね、まあ、アルゴリズムはですね、セットでまあ修正していく必要があるんですけども、やっぱり大変なので、例えばですね、このうさぎちゃんが、うさぎちゃんの目のあたり、赤い部分を取り出したときに、この赤い部分に対して、例えばグレースケールの処理を適用して、で、さらにですね、画面が回転していたらですね、そこだけ横から読み出すみたいなこととかができれば、まあ、本当は嬉しいんだろうなと。こういった畳み込み処理とかがですね、まあ、できるライブラリがあれば、一番幸せに処理ができて嬉しいのになと思いながらですね、libuiuv はできないのか、辛いなと思って、まあ、レアこれやとですね、まあ、いろんなものを探していく旅にしていたところですね、ハライドという言語に出会うことになりました。で、ここからあとはですね、ちょっとハライドがたくさん出てくるんですけども、ハライドというのはですね、C++ のですね、DSL で作られた言語でして、で画像処理に特化したコードが作られます。で、最適化したコードをですね、
出力することができるので、ドット A 形式、まあアーカイブ形式ですね。出力できるので、まあ、Go に組み込むことができると。で、さらにですね、ハライドという言語はですね、アルゴリズムとスケジュールの分離ができるので、まあ、非常にコードの保守がしやすいというのがありまして、まあ、これはちょっと使ってみる価値はあるかなと思って、使っていきます。ちょっと軽く紹介させてください。これがですね、ハライドの、ブラー 3×3 を実装しているコードなんですけども、これはめちゃくちゃわかりやすくてですね、ザ・アルゴリズムという場所とザ・スケジュールという場所でですね、まあ、2箇所ちょっとコードのブロックがあるんですけども、アルゴリズムですね、ブラ X は X に、インプットの X-1 と、X プラス1までを足してあげたものを3で割ってあげて、でブラ Y は、X に対して次は Y 座標ですね、Y も -1 からプラス1まで足してあげて3で割る。まあ、先ほど僕が書いたですね、ブラ X とブラ Y と、まあ、ほとんど同じようなことをですね、結構シンプルにこんな感じのコードで書けます。で、さらにですね、スケジュールのところでですね、タイルっていうのをタイル化っていうんですけど、まあ、タイル化処理とかしながら、ベクトル処理演算をですね、まあ、X 方向に発行してあげたりとか、まあ、結構ですね、シンプルながらですね、わかりやすく、ハライドの魅力が詰まったようなコードになっています。ちょっとそれぞれ、紹介したいんですけど、まずですね、まあ、先ほど僕が作ったグレースケール化の処理をですね、ハライドに置き換えてみます。説明した通りですね、y イコール0から y は高さまで、で x は0から x の横幅までみたいな処理を書くとこんな感じです。で、これをですね、ハライドに置き換えると、for の中身を取り出すような感じで書いていきます。for文がなくなっただけなんですけども、すごいスッキリしたようなコードなんですが、中身はほとんど Go で書いているものと一緒です。で、これもですね、まあ、足し算して、平均して取ってあげて、RGBA にそのままグレー一色を入れてあげるというようなコードになっています。これをですね、まあ、今までこれ C で書かれた、C プラで書かれたコードなんですけども、まあ、これをですね、Go から呼べるように、コンパイルしてあげる必要があります。ですね、例えば上にターゲットで、ターゲット OS、Mac ですね、これは OSX で書いてあげて、で、その後ですね、ターゲット X86 でちょっと今回は利用させてもらってます。セットフィーチャーですね、今回のコードにあまり、AVX とか出てくるようなものはないんですけども、例えば、AVX2 とか SSE とかを指定することができます。で、先ほど作ったファンク、グレースケールですね。これを呼び出してあげて、これをコンパイルトゥースタティックライブラリとしてあげると、libgrayscale.a と libgrayscale.h というのが生成されるようになります。非常にシンプルに、コンパイルして、Go に組み込める形式が出されるようになります。で、この libgrayscale.h はですね、本当に必要最低限のも全て入っているので、まあ、直接呼び出そうと思えば頑張れるんですけども、ちょっとハライドバッファー T というですね、この構造体を作るのにちょっと大変なので、一回 C5 で呼び出すためのエントリーポイントをですね、mygrayscale.h として定義してあげます。まあ、こんな感じで書きます。この createRGBA バッファーは長くなるので、GitHub の僕のサンプル実装とかを見ていただければなと思います。で、まあ、こうしてですね、まあ、ハライドで書いたコードをですね、まあ、呼び出すことができます。で、Go で組み込むときはこんな感じでですね、C フラグと LD フラグをですね、使いながら、LD フラグにはですね、-L グレースケールとしてあげると、lib グレースケールが、呼び込むことができます。で、先ほど作った mygrayscale.h を指定してあげて、で、ファンクグレースケールと、書いたところの中で c.mygrayscale というのをラッパーですね、呼び出してあげると、先ほど作ったハライドのコードが呼び出すことができます。で、実際にですね、これをですね、ベンチマークしてみると、Go で書いたものがちょっと上の方なんですけども、だいたい210ms。これ一番最初に作ったグレースケールのままなので、ちょっと最適化できてないんですけども、2.1ms ぐらいかかかっているのと、ね、ハライドで直した方は 1.36ms ぐらい。で、Go で書いたものよりもまあ早く、呼び出すことができていて、まあ、なかなかいいなとは思いつつも、まあ、1.36ms ぐらいだったら Go でもまあ頑張れば、いけそうかなっていうところはあります。で、ハライドはですね、ここからがすごくよくできてまして、先ほど作った、ファンク、グレースケールですかね、グレースケールの処理のですね、出力周囲のところにですね、アルゴリズムのところ、作ったロジックは何も変えずにですね、スケジュールだけを定義してあげます。例えば今回の例だと、チャンネルですね、RGBA のチャンネルをパラレルに実行してあげて、で、X 軸はベクトル処理を、先ほどの SIMD みたいなもんですね、ベクトル処理ができるようにっていうのを書き換えてあげます。こうするとですね、なんと、先
先ほど Go で書いたものに、まあ、2ミリ秒ぐらいかかっていたのが、たった3行加えてあげるだけでですね、0.491 ミリ秒ぐらいになりまして、もちろん CMD でカリカリに書いたものと比べるとちょっとそこまで、今回の例だと言ってはいないんですけども、たった3行変えるだけでここまで高速化になりですね、あ、これはいけてるなと。で、先ほどの、ハライドのコードでわかる通りですね、X と Y しか登場しないんですね。なので、2次元の、例えばデータ変、データの回転処理とかも、まあ、ハライドで書けば書きやすかったりもします。これは良かった良かったと思って、他の処理もですね、書き換えていくことになります。今回ですね、まあ、チューニングとかの手法はちょっと省略させていただいてるんですけども、まあ、ハライドを使ってですね、いろんなものを、チューニングしていくことができました。Lib は UV で使っていたものはほぼすべて、ハライドで置き換えることができて、かつですね、まあ、イメージしやすいコードが書けるというか、まあ、X と Y しか、基本的に出てこないのでですね、YCBCR をですね、RGB に置き換えるなんて処理も、まあ、そのまま YCBCR のまま処理していいかなとか、やっていって、無駄な処理を減らしてですね、まあ、必要な部分だけをやっていくと。例えば、エッジ処理も、グレースケールの時に一緒にやってしまうみたいなこととかやっていくとですね、そうですね、ここに出てくるやつだとですね、まあ、0って書いてるところが、まあ、処理をなくしたところ。で、グレースケール化のところとかで、まあ、0.36 ミリ秒とか 0.28 ミリ秒とか。で、ぼかし処理はですね、まあ、Lib は UV は、綺麗にやってくれるんですけど、まあ、そこまで綺麗にしなくていいよっていうパターンとかもあるので、まあ、処理をちょっとスキップしながら実装すると、まあ、だいたい 0.1 ミリ秒ぐらいとか。で、まあ、最適化をはかどったので、実際に実行しましたと。そうするとですね、0.75 ミリ秒ぐらいになりまして、やった。これで、1画像1ミリ秒未満で、処理できるようになりまして、まあ、これが、いわゆるリアルタイムの処理ができるようになった状態かなと思います。やったやったと。これでですね、まあ、ハッピーかなと思いまして。で実際にですね、これを組み込んでみたものがこんな感じです。まあ、右上にですね、ペロペロペロって出てくるダイアログをですね、まあ、見つけてぼかしてあげているというような処理です。まあ、リアルタイムの処理ができているのかなというようなのがわかるかと思います。はい。で、あとはこれリリースするだけだぞと。で、初めてですね、僕、今回にですね、C5 を使ったんですけども、まあ、そのままではですね、まあ、リリースできる状態ではなかったので、まあ、リリースするまでにですね、まあ、いくつか、まあ、なんでしょう、不安定だったりもしたんですけど、まあ、それ以外にもいろいろやったことがあったので、そのいくつかを紹介させてください。たけし君の笑顔までもう少しです。はい。で、さらなる速さを求めるために、ちょっといろいろやっていきました。例えばですね、C と Go で、使っている値のですね、受け渡しの変換とかを、ね、やることがよく出てきます。例えば Go では int16 のスライスで定義してあるものが、C 側ではですね、アンサインドキャラクターで定義されていて、で、C ではですね、アンサインドキャラクターで返されるんですけど、中身は実は、フロート32ですよ、みたいな。要はですね、まあ、C の例でいくと、PCM16 デシベルというのをちょっと書かせていただいたんですけども、PCM16 っていうのは int16 の、音データですね。で、デシベルは、音量みたいなものを返すんですけども、まあ、そういう処理の時ですね、インとアウトがバイトで受け取るよ、みたいな実装を呼び出したいなと思った時に、まあ、こんな風な、データを どうにかして変換していかないといけない。で、例えばですね、僕ら、普段ですね、エンコーディングバイナリーとかよく使うと思うんですけども、まあ、エンコーディングバイナリーを使ってですね、例えば int16 はですね、バイトにすると、まあ、大体2倍ぐらい、2バイトなので、まあ、2バイト分のバイトスライスを用意して、リトルエンディアンで変換してあげてとか。で、逆にですね、バイトで受け取ったものをフロートにするには4バイト必要なので、4バイトで受け取ったもので、リトルエンディアンで読み込んであげる。みたいなこととかをやっていきます。まあ、見てわかる通りですね。まあ、結構書く量があって、まあ、辛いと。ですが、これはですね、データ型に注意すればですね、アンセーフスライスとアンセーフポインターというものが、そのまま使えるので、例えば 5.17 以降使えばですね、アンセーフスライスで比較的簡単に書くことができます。で、先ほどいっぱい書いたものも、まあ、こんだけスッキリして書けます。アンセーフポイントでフロート32で取り出してあげて、そのフロート32値を返すみたいなことは、こんな感じで書きますね。で、このデータ変換のパフォーマンスもバカにならなくてですね、まあ、もちろん、エンコーディングバイナリーも早いんですけども、まあ、そのまま変換してしまって大丈夫な場合はですね、133ナノミリ秒ぐらい、ナノセカンド。なので、めちゃくちゃ速くなります。で、ネットでよく見かけるですね、バイトスライスとストリングの変換とかと同じような容量でですね、C5 バイトとか C5 ストリングもこうやって置き換えていくことになります。はい、で、さらにですね、バイトスライスもですね、
動画はですね、基本的に一番最初のフレームと最後のフレームは同じサイズで流れてきます。すべてのサイズでですね、例えば 1920×1080 みたいなものをやっていくとですね、まあ、メモリが爆発しますと。なので、まあ、なるべくですね、使い回していこうと。で、エフェクティブゴーのですね、リーキーバッファーを実装します。で、リーキーバッファーはですね、簡単で、これチャンネルにですね、チャンネルはキャパシティを設定できるので、まあ、バイト、スライスを定義してあげて、例えばこの場合1000って書いているんですけども、メイクスライスするときにですね、もし、プールにですね、まあ、チャンネルの中にあればそのままそのバッファーを返してあげるし、なければ作る。で、その後使い終わったものはプットスライスとして、チャンネルに入れてあげる。で、キャパシティがまあいっぱいいっぱいだったらそのままディスカードしてあげるみたいなことを書いてあげます。こうするとですね、すごい高速に処理ができます。例えばこれをですね、活用していくと、イメージ RGB のピックスとかのですね、バイトスライスはこのリーキーバッファーで置き換えるようなこともできます。まあそんなこんないろんなものをですね、こうやって置き換えていき、C5 から呼び出すときとかもですね、まあ高速にしてあげるというようなことがやっていくと、まあ、無事リリースができましたと。今ですね、ミラティブにも組み込まれているようなものができてます。これでたけし君もにっこりというような感じです。すいません、ここまで駆け足だったんですけども、リアルタイム処理をするためにですね、まあ、どんなことをやってきたかというのを一連の流れはこんな感じでやってきました。まとめです。リアルタイム処理をするにはですね、まあ、それなり大変でした。いろいろ紆余曲折、いろいろやるものがいっぱい出てきて、大変だったんですけども、まあ、ハライドっていうのがですね、なかなかいい答えなのかなと。コードの保守性も高いですし、スケジューラーの書きやすさ、アルゴリズムの書きやすさなんかでも、まあ、ハライドっていうのは選択肢の一つとして上がってもいいんじゃないかなと思ったりしています。で、画像処理以外にもですね、先ほどちょっと PCM16 とかも、例として出させていただいたんですけども、実はあれ、ハライドで書いてまして、音声処理もですね、ハライドで書くことができます。で、詳細はですね、実はこれ、ミラティブテックブログのどっかにですね、1ミリ秒以外でリアルタイムオブジェクトをうにゃうにゃっていうやつをですね、探してもらうとですね、もっと細かなこととかいろいろ試したこととか書かれているので、もし興味があれば探してみてください。はい。で最後にちょっとライブラリ宣伝だけさせてください。ハライドで作ったですね、画像処理ライブラリ、よく使う変換処理系はですね、まあ、概ね実装したかなというようなものを用意しています。あと、リーキーバッファーですね。今回、バイトスライスの例をちょっと出させていただいたんですけども、例えば、バイツバッファーとか、バフ IO リーダーとか、まあ、いろんなものをですね、リーキーバッファーでバッファリングできるなと思ったので、そのパターンまとめたものとかを用意しています。あと、ちょっと例にあった C5 と Go で、まあ、C と Go でですね、データ変換とかのライブラリを提供している C5 バイトプールなんてのも用意しています。この中にですね、C5 ハンドルを使った例なども使わせてもらってます。あと、今回紹介したハライドですね、非常に直接使っただけだとですね、わかりづらい点が多いかなと思ったので、Go ジェネレートですね、を使って、まあ、いい感じに Go と連携をしやすくするような、フレームワーク化するようなもののエクザンプルも用意しているので、もしですね、ハライドを使ってみたいなと思った方はですね、まあ、このあたりのライブラリをちょっと見ていただければ、いいかなと思っております。はい。以上ですね。駆け足ながら話させていただきました。以上となります。ご清聴ありがとうございました。